ホライゾンをレビューいたします。まあ、このホライゾンはですね、もともとフラッグシップとしてリリースされておりまして、その後はですね、エドワーズであったりとかグラスルーツとかあるんですけれども、これは ESP のフラッグシップ、ホライゾン CTM でございます。非常に綺麗な木目。今までね、ホライゾンは何本かレビューしてきてはいるんですけれども、今回のホライゾンはですね、通常のホライゾンと違います。何が違うかというと、まあ、僕的にかなりチェックしていたホライゾンにはなるんですけれど、なんとなんとボディがですね、マホガニメイプルトップになっております。普通ね、ホライゾンはアルダーのボディがね多いんですよ。これはスルーネックでセンターメイプルです。センターメイプルのウィングがマホ、そしてトップがギラギラのメイプルというふうな感じになっております。まあ、なぜね、これが気になっていたかというと、ルナシーの杉蔵さんがですね、X ジャパンに加入してから、新たなホライゾンを作ったのが、マホバックメイプルトップのホライゾンなんです。ヒデさんのサウンドを意識して、アルダボディではないマホボディのホライゾンを使用するようになってるんですよね。で、ピックアップなんですが、フロントは SH の2ジャズ。ランディ・ローズがね使ってることでも有名なこのジャズ、そして SH の14、これね初めてなんですけれど、ちょっと調べてみたら高崎明さんがですね使用しているようです。高崎さんはビル・ローレンスの L500 のイメージがあったんですけれど、シグネチャーにはですねこの SH14 が乗っかってるみたいで、サウンドハウスのレビューを見ていると、歪み度合いは JB ぐらいで、でもドンシャリ気味で、ドンシャリ具合は SH5、まあ、そんな風に書いてありまして、程よく歪みながら、まあドンシャリというような感じでしょう。で、弦は裏通しになっていて、ボリュームとトーン、スリーウェイのトゥールスイッチと、で24フレットありまして、エボニーの指板、ペグはシパーゲルのロック式になっております。まあ、火の打ちどころがないようなスペックですね。トップのアーチがね非常に独特なんですよね。これなんて言うんだろう、丸い中にねとんがりがある、ここら辺ですね。ここら辺はこうアーチがですね山みたいになってるんですよね。ではリアからいきます。まあ、ホライゾン独特の硬さはね、マホボディだけどしっかりありますね。ちょっと尖った感じ。センター。お、綺麗。これは。セクシーっすね。センターめちゃめちゃいいっすね。おお、フロントです。SH2 これめっちゃいいんじゃないですか。フロントでこの抜け方ですよ。フロントのオープンコードでこの抜け、すげえ。めちゃめちゃいいな。だから歪みがいいんだろうなっていうのは予想はしてたんですけれども、クリーンがねめっちゃいいですね。ではオーバードライブかましていきます。フロントからいきましょうかね。感じのバイト感がありますね。まあ、しっかりホライゾンのギャンギャン感がありますよね。もっと深くね歪みをちょっとディストーションでやっていきましょうか。
マイティに使えるギターだなというふうな感じです。まあ、イメージとしてはですね、マホガニーのミッドロー部分がもうちょい出てくるのかと思いきや、割とやっぱね、ホライゾンの色を残したギャンとした、まあ、バイト感があるというか、まあ、そっち寄りの音ですね。フロントのね、クリーンとかね、かなり印象的だし、SH2 はね、ちょっと僕のギターにもね、なんか乗せようかなというふうなところです。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。おはようございます。